どうもシングルです。フィグメント続きをやっていきましょう。トレインマンを追っかけて交差点まで戻ってきたよ。トレインマンはあれを持ってなんか重い記憶重いなんとかを持ってここまで戻ってきたけど何の役に立つってんだい。とや帰ってきたぞ。はて蹴っ飛ばすと意味ないなんだろうこうかなとガシャン。おお重いからあそこが下がって渡れる。なるほど重いっていいこともあるんだね。確かに重い思考と思考列車を、字幕が早い。今度また雲が出るんじゃないか。そこちょっと広いからなんかあるね読めないけど、構成の次は何だろうね。重い思考を運んでなんだ大変だね。恒星の街さあ次なるクイズなぞなぞは何かな。光ってるから何かあるかと思うんだが何もない。こっちから調べていこうか。おだいぶ広い。ほいさてやっぱりねトンあー痛いてやちょっとってちょっ痛い。一発食らっちったじゃないか。特に何もない。なんだろうこんにちは。留守か。はい。よいしょ。抜けて。蒸気が変な石を塞いでいる。こんにちは。止めてください、この煙。スティームボーイ・ベネット。気持ちいい蒸気をどうぞ。どういうことだい触れない止めれない止まんない。持ち物でどうにかする感じだねこれは。こっちかピアノのあるところだな。なんだこれオルガンの機械室。はいはいはいよいしょ。ああなるほどねこれまっすぐにしろと。これは大変だ。なんだとなんだこれ戻されるなんだろうね。なんかいろいろ複雑。やれるべきことがすんごい多いよ。なんだこれ違うはい違うかはいはい黄色は踏んじゃいけない。なるほどね。おこれで重いものって色の話かな。からのこうでしょう。いけたよ。これまた一文字でこう完璧。なんだ石がありがてえ。一周しちゃった。ちょっと待ってどういうことただ単に石をなんかこう解放する的なそういうノリのやつですか。 OK 回しましょう。お、なんだこれ。わかったわかったぞ。赤を見てみましょう。まずは2と5と7257かな。ほい。あ、そういうことか。ってなるとここ登ってその蒸気の蓋をよいしょどかさなければいけない。複雑だねこれ。またこれどうやって開ける？どうやって外す？わからん。ひねっても外せない。あー、栓抜きがあるぞ。面白。シンプルながらも非常に面白い謎解きだ。栓抜きを手に入れた。これでこの栓を引き抜く。シュポン。あ、王冠じゃん。あれ王冠じゃん。なんか嬉しい。この王冠を拾って OK すべて理解した。もう一回やって最後こうガシャン。はいキャップシュポン。もちろんだ。おおすごいめっちゃもらった。34。おおおなんだパワーが上がった。すごい。レベルアップすんのか経験値もらうと。なるほどね。ヒットポイント増えるわけだ。346止めます。346を346どうなる？気持ちいい。お、道が1個できました。で次は青か。青は135。了解135ね。135。いい音楽だ。パイプオルガン。さあ最後だな。赤が257。これで完璧だね。257257忘れてないよね間違えてたらアホだよね。257どうですか？完璧だね。美しい曲が心を満たしてくれる。つながった。理論は音楽も作れるのね。その通りだ。感性だけではない。理論が必要だ。蹴っ飛ばしてやる。トゥー。やめてくれ。幾何学広場。どんどん進むね。いい感じじゃん。だいぶ遠くまで来たね。いとしの我が家もたもたするな。あの家に住んでる人ここに住んでたのか。幾何学広場に蜘蛛の巣だらけだ。悪魔いるぞ。これなんだ歯車か。なるほどね。右か左か左か右か。やっと着いた。あとは嫁さんが欲しいな。あーん。なるほど、歯車探しの旅だな。こっちか。だいぶ広そうですね。雲うざいからな。やだな。ここ出そう。出ない。雲出ない。回して回して回して。あ、わかった。 OK。 こっち来てどうせこれでしょ。何？はあはあはあ。お、歯車。よいしょ。上がったね。これで取りに行けるってわけだ。天才だな。このさえ渡った顔を舐めないでくれ。突っ切るぞ。よし。ふい。ふう。針気をつけてね。この長身の長さがほんと嫌なんですが。ふわふわ。ああ、こりゃ大変だ。マジか。えマジか。全部大忙し。デイゲッチュー。ふう、焦った。さあ、じゃあそろそろお時間よろしいかな。はい、ではお時間よろしそうなので今回はこの辺で終わっておきましょう。歯車1個手に入れたね。あと何個だろうね、わかんないが、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。